この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いてみる武蔵小杉ドアフレンズビル1階にございます。サテライトスタジオよりカラフルでお送りしております。またこの番組はあとでも OK ですか、ね、曲同時生配信しております。ユーストリーム内ドリームキングダムで検索していただきますと、この空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもぜひお楽しみください。いきます。はい、時刻は夜の6時を回りました。はい、ドリームキングダム第6回目の放送になります。そうですね、そうですよ、そうですね。皆さん疲れてませんか？疲れてませんよ。ですか、いきなりなんか顔の表情がね、みんな暗いから、うん、どうなの、みんなインフルエンザになってない？なってないですよ。おなちゃんなってないね。ふみちゃんは、うん、元気です、めっちゃ元気。なんかちょっと薄化粧なのかな言わないで。あ、違うのかな、見えてないから。見えてないからね、王子はどうなんですか？いや、ちょっとね、原宿でね、うん、この間あの2月の3日あったんですけどはいはいはい、ね、来てたお客さん、申し訳ない、はい一日死んでました。あ、ね、なんで所属のねアーティストのワンマンの時で社長が寝てるんだって受付王子だったのに。そう、みんな大丈夫です、僕が一生懸命フォローしてくれましたからねみんなに突っ込まれましたいやいやいや、本当皆さんありがとうございました。2月3日は、はい、いやいや ね、 あの大成功でね、楽しかったですね。ね、明日でもう何1週間経つ、なっちゃうんです。そう、早いですよね。早いね、はい、もうなんかもう1ヶ月前ぐらいのような気が、本当にね、あのボリュームが大きすぎてね。そうですね、ありがとうございました。しかしですよ、僕ら僕その後にもね、うん、イベントはいっぱいありますからね。ああ、そうですね、今日はいろんなイベントの案内もね、うん、こうどんどんしていきたいなと思いますので、はいはい、30分間ぜひお付き合いください。はい、そんな私がパーソナリティの海原です。あれ、パーソナリティの高梨文です。そしてね、なんかちょっと体調不良だったんですけど、うん、なんとかインフルエンザじゃなかった王子です。あ、よかったよかったよかった、はいはい、そういう感じでね、はい、3人プラスこの後出演していただくゲストさんとね、はい、今日は番組をお届けしていきたいと思います。はい、それでは早速ここで1曲お聴きいただきたいと思います。無愛想でかけら。これ三曲取ろうと思ってたんですが、三曲忘れちゃった。あー、三曲ありましたね、それバッチに、うん、なんかこう会話繰り広げられてるのにこう見てなきゃいけない大体いつもこのぐらいで入ってくる最初からいたつきがすごい怖かった。確かに咳き込んじゃったらどうしちゃったかね。いや、大丈夫どのテンションでやりましょう。どうしよう、すごい、どのテンションでしょうねあのなんかコンビニの店員のテンションです。なるほど、いつもの自分のトークよりもバンテンション、そうですよね、声のトーンは、そうですよね、ちょっとこう私の場合ちょっと上げ目でいかないと、低いと聞こえづらくなっちゃうんですよね、うん、そうですよね。もし失敗したら反省か僕らも僕らも僕らも反省か、嫌だな、頑張ろう。ちょっと、ちょっと、ちょっと、やる前提が申し訳ない。確かにでも声ちょっと張っていく感じですよね。遠いですからね、我々ね。あ、そっかそっか、気にせずガンガン行きましょう、喋るときは、ね、はい、うん、あの、遠慮しないで言い切ってもらった方がいいです、ね、はい、そうですよね、ちゃんと撮っとくからね、顔ね、ほら、うん、これあれですか、僕らですか。あ、この3人か、うん、割となんかその、みんながこうしてるときに、はい、恥ずかしくて一緒にこう行けないんですよ。ホスケさんぐらいのテンションに合わせますよあ、すごい優しい。じゃあ行きますよ、はい、じゃあこの辺りで、はい、お聴きいただいた曲は無愛想でかけら。久しぶりに聞いたね。久しぶりに来ました、うん、このドラム、うなさん、そうですよ。ふみちゃん、僕のドラムを見たことないんじゃないの。いや、あるけどね、ちょっとしかないんですよ。なんかそうじゃない方が多いですね、やっぱりね。そうですね夢で見た、夢で夢で見た。最近あの僕のドラムをね、知ってる人がね、僕の周りにいないんですよ、うん、よく会う人は。そうですね、あれ、この間2月3日の日いなかった、どっかに。え、どっ
2月3日の時は受付で、ね、受付にいました。刻んでた、さっき疲れ果ててた王子の隣にいましたからね。いいよ、ありがとうございました。はい、そんなね、あの2月3日の、はい、実はですね、ドラムを叩いてくれていた素敵なドラマープラスそのバンドのメンバー、はい、今日ゲストにねお呼びしております、はい、それではお呼びしたいと思います。本日のゲスト、柿崎さんと細谷さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最初にリスナーの皆さんにあの自己紹介をお願いしていいでしょうか。自己紹介、私からですよね。どうぞ。はいはい、ですよね。ですね、柿崎孝文と申します。ドラマー、作曲家、パーカッショニストなど肩書きもいろいろあるんですが、はい、岩手県出身で今川崎市に住んでまして、都内を中心に活動しております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。川崎に住んでるんですね。あ、そうなんですよ。それはポイント高いですよね。ポイント高いです。そうなんだ。そうですか、地元民ですよ、はい、地元民、はい、あ、いいですね、いいですね。住民票もちゃんと写したんですか。そうですね、そういう結構あの来るんですね、質問が。ふみちゃんちょっとふみちゃんちょっと細かくない大丈夫です、ちゃんと川崎市民なので。後でちょっと両方2人で話しておいてね、ちゃんと、ね、はい、そしてそして、はい、そしてベーシストの細谷紀明です。はい、ちなみになんですけど、僕も住民票の多摩区役所にあのテストしてます。なるほどね。そこから入るんです、ね、じゃあ川崎市在住のお二人ですね。そういうことですね。そうですね。おー、いいじゃないですか。ポイント急上昇ですね。いいですね。急上昇ってわけじゃないですけどね。あれ？上げてもらってもいいのか。地道なポイントをね、積み重ねていく。そう、そうですよ。で、ポイント交換してなくなっちゃうみたいな。ここにもらえるのかな。まあ、そんな二人に今回はですね、ゲストに来ていただいたんですけど、この二人で来ていただいた理由ってのがありましてですね、なんと今度2月の18日にあるドリームキングダムのイベントに二人が一緒にやってるバンドがあるんですよね。あ、そうですね。まあでも今回はあの柿崎孝文トリオという名義で出演させていただきますし、他にもさまざまなところでもあのイベントに参加させていただくんですが、はい、いくつかのバンドで私は出演して、細谷さんはそのトリオの方で出ていただくということになります。なるほどですね。ちなみに僕も出るんですよ。そうなんですよ、はい、対バンなので。そうなんですよ。なんかあのうなさんの名前があって、うん、ついにうなさんのドラムを生で見れると思ってたら、実は僕その日ドラムじゃないんです。あ、パーカッションでしたっけ。はい、まあでもあの一緒にね、なんかそのそ、ね、音楽家として初めて顔合わせられるってこと。あの先ほど流したあの無愛想、はい、であの曲もやりますので、かけらかけらやりますので、だってこれ王子がかけら聴きてえなーっていうところからあの始まってますからね。じゃあ俺かけらの時ボーカルやっていい。あ、じゃああのそう伝えていきましょうか。僕のバンドでちょっと NG。 ちょっと宇都宮君に譲ってくれる。ああ、あのきっと後でこれ1回ぐらい聴いてるかもしれないはい、そんな感じでね、あのです、今度の18日のライブね、クロススリートに一緒に出てくれるっていうのもあるし、はい、この間のふみちゃんのワンマンライブでの、はい、ふみちゃんのドラマーとしてもね、ほんとね、叩いてもらいましたからね。ああ、そうですね、ご連絡いただきまして、いやいや、やらせていただいてありがとうございました、うん、楽しかったですよね。わ、もうめちゃめちゃ楽しくて、楽しかったですよね。もうなんかリハーサルからすごい盛り上がって、本当に、うん、最初から最後までふぃーってなってた。もうなんかすごいテンションだね、うん、本当に。まあなんか小学生みたいな感想ですけど、思い出に残りました、うん、あー、ね、はい、思い出に残りましたか。楽しかったです。楽しかった小学生みたいな、もっとなんか本当に感想ねえのか。あの、嬉しかった、嬉しかったいや、いやいや、まあ、入り口の方でさっきも言ったんですけど、あの入り口の方に中心にいたんですがね、うん、お客さんがすごくほっこりした顔してるんですよね。あ、それは素敵。ちょうど受付にいるから、帰る時もお客さんの顔見えるわけですよ。なんかすごい幸せそうな感じでこう帰っていくお客さんをね見てね、あ、いいライブをお届けできてるっていうのがね、実感できました。皆さんのおかげで、はい、ふみちゃんの力です。いや、ふみちゃんの力です。何ですか、本当に皆様のおかげです。本当にありがとうございます。はい、そうなんですよね。でもあれですよね、でも私の時は、うん、あの本当にポップスバンドみたいな感じで入っていただきましたけど、うん、普段はジャズのね。そうなんですよ、ね、結構ジャズですね、はい、そうですよね。どんな感じで、ジャズって言っても、はい、しかも、はい、ソロのあれリーダーですよね。そうなんです。まあ、次回のイベントにはちょっと出れないんですけれども、うんうんうん、普段クリエイティブジャズトリオという、ジャズトリオをやってまして、で、はいはい、そのトリオで僕もベースを弾いてるんです。そうです。あ、
でちょっとねニッチなことやってまして、はい、なんでしょうクラシックにも、うん、フランスのドビュッシーとか、ラベルとかの音楽をジャズアレンジしてみたり、ほうほうほう、ちょっとジャンルで言うと難しいんですが、うん、コンテンポラリージャズって言われるような、うん、ちょっとこうロックが入ったようなジャズも作曲したりして演奏してます。なんか難しく難しい言葉がいっぱい来たけど、簡単に言うと、簡単に言うとジャズ、うん、ジャズです。簡単に言うともうそろそろ聞きましょう。ああ、そうです。それがいい、それがいい、それが一番、じゃあそれがいいですね。じゃあその中でもおすすめの曲をちょっと聞いてもらおうかなと思うんですけど、はい、紹介お願いしていいですか。わかりました。それではですね、ドビュッシー、月の光はね、いろいろあるんですが、ドビュッシーの月の光をアレンジしました。お聴きください。これのバランス大丈夫です。多分面が入ったらいいんじゃないですか。まあいいペースですよ、うんうん、いいですね、うん、いつも後半は遊びを入れてるんで、うん、なので9分あるんですよ。ああ、なるほど。生放送だから、まあ、ざっくりこんな感じってことですよね。そう、うん、前後プラスマイナス1分ぐらいでいつも考えてるので、はい、ヤツさんの話をしなきゃですね、ピアノ有名な人なので、そうですね、エレクトーンと、あと、うん、いや、めっちゃいいですね、これはね、命かけたからアレンジかけさんですか。でも、ほとんどヤツさんとソヤさんにもいろいろお委ねしたり、いやこれは本当によくやりましたね、僕らこれ一発でしたもんね。2発か2発ぐらい、うん、ビブラフォンと一緒にやった後にだから、うん、でもほぼ一発です。オナガンディズニー以上でした悪いけど一発ちなみにさっき聞いたかけらのドラムも一発です。やっぱりなんか一発目のテイクってスペシャルですよね。大事。しかもスタジオに備え付けの天井のマイクとオーディオインターフェースから2本だけ、あ、ま、マイクが、マイクがという荒技を使ってるんですよ。なるほど。僕ちなみにこの次の曲では一箇所30発ぐらいパンチンしてます。よかったですね。ベースロイ入れてよかったですね、この曲思えば。これどこまで流すの？タイミング的にはどこぐらいで？結構この後も思えばベースロの曲でした。長いんで、うん、そろそろいいんじゃないですか。そろそろ、はい、じゃあそろそろ音量お願いします。じゃあ、ねね聞いてもらってますって、はい、私から喋っていいですか、はいはい、月の光を、聞いていただいております。実はですね、はい、このピアニストをちゃんと紹介したいなと思って今日来れなかったので、トリックスというフュージョンバンド、うん、まあ、全国ツアーするようなとても有名なバンドですが、はい、T スクエアやカシオペアといったバンドのメンバーが入ってる、その中のキーボーディストでもあるあやきさんに弾いてもらってまして、はいはいはい、あやきさんと今日来てくれてる細谷さん、うん、そして私の3人のバンドです。なるほど、トリオですね。あ、そうなんです。はい、すごいおしゃれ。ありがとうございます。いや嬉しいですね。嬉しいですね。ちょっとね、この曲聴いて柿崎さんの印象が変わった。なんですか、え、ちょっと待って、 CD 渡したと思うんですけど3ヶ月前ぐらいの、うん、その時は聴いたんです。さらっと聞いたんですかね。そっからまたね、ほら深い、ね、そう深いね、いろいろね、あれがあったから、あ、まあ確かに、ま、改めてね、結構ファミレス行きましたもんね。そのネタは別にいらないと思うんですけど、レディーズネタはいらないですそうですね、そうですね、はい、4文字ぐらい多かったですね、はいはいはい、いや全くねタイプが違うから、ドラマーとしても、あ、もちろんね、でも、うん、やっぱりパーソナリティの音楽だ、音楽はパーソナリティだと思ってるので、はいはいはい、私自身もやっぱりこう、うん、田舎出身なので、僕も田舎出身ですよ。え、そうなんですか。僕佐渡島ですから。佐渡島、うん、なんか田舎と海外、いや田舎じゃない、海外じゃない、海外じゃない、海外だとか、そっか、まあ、私も岩手県の盛岡市出身で、はい、両親は岩手県の沿岸なんですけど、はいはい、やっぱりその何ですか、東京に出てきたっていうイメージなので、うん、まあその中でね、爪痕を残すじゃないですけど、自分らしいものをやりたいっていう中でのやっぱあるので、やっぱりもしかしたら なんか自分のドラム表を自分でこんなに喋るのも恥ずかしいですけどでもこのメンバーはみんな個性的だと思います、はい、相当に。そうですね、
細谷さんもですね、ドイツで演奏活動してきたという人なので、僕一昨年実は帰ってきて、一昨年帰ってきたんですか、はい、日本に、はい、で僕出身が静岡なんですけど、あ、なるほど、はい、で静岡からまあその川崎市民になりまして、お住民票をね移したわけですから、うん、でそれからまあ1年半、うん、はい、あ、ずっと住んでるわけですね、今は。今住んでます。あ、はい、個性的かどうかはね分かんないですけど、いや個性的ですよ、個性的なんですよで今 こちらの方で住んでて、うん、主にどういう活動をしてるんですか、はい、僕も演奏活動、あとは講師活動、自分のベース教室などもやってますね。ベース教室か、はい、それももちろん川崎市多摩区の方で、あーやってるんですね、ポイント取りに行きます、ね、その教室の宣伝していいですよ、どうぞ。あ、いいですか、いいですか、ダイレクトに言われたすごい、やった。ノリズベースレッスンズ、僕細谷ノリヤキっていうんですけど、そのノリのベースレッスン、うん、ノリズベースレッスンズという、レッスンをやっております。あとでまたいろいろとお知らせさせていただくと思うんですけど、ベースを習ってみたい、うん、習ってみたい、習ってみたいですか、じゃあ皆さんちょっと後で、いや 俺だけVIP待遇にしてずるい、そんな割引その辺もちょっとじゃあ後で詳しくお話ししましょうね、いいのかな、いろいろVIPにしといていいですからねで、もちろんこの CD の演奏だったり、はいはい、はい、ね、いやーもうすごいですよ、ベースだけのデュオとか、あとは、細谷さんのヨーロッパのメンバーとのバンドだったり、うんうん、あとはそうですね、オランダのメーカーですよね。あ、そうです、名前をちょっと今思い出す、オランダの、ベースメーカーでアダモビッチっていうところがあるんですけど、はい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 、そこの何でしょう、エンドーサーっていうのが、はいはいはい、なんか弾くから宣伝します的なやつもやってます。ホームページに行くと載ってるっていう感じですか。載ってます載ってます。その学校のホームページってあるんですか。学校のウェブサイトもあります。あ、はい、いろいろチェックしないと。そうだ ねもろもろちょっと後で後ほどドカッとお知らせしたいなと、はい、そんな細谷さんががっつり俺出るぜっていうような、前に出るようなライブってあるんですか。もちろんこの2月の18日のライブもそうなんですけど、うんうん、クリエイティブジャズストーリーを実は今聴いていただいてる、はいはいはい、音源のバンドのライブが、うん、来週ですね、来週のバレンタインイブ、うん、そうですね、強調するな、火曜日ですね、2月の13日に池袋のアブソリュートブルーというお店で。なるほどですね、はい、西口のね、出てすぐのところなので、うん、調べると出ると思います。池袋アブソリュートブルーです。詳しい情報は後でいろいろまとめてね。そうでしたね、もちろん検索できるやつとかね、そうでしたね、そういうのもねいいかなと思うんですけどすいません、ちなみにもう一度言いますけど、うん、バレンタインイブです。おしますね、小瀬さん、我々男子3人、私たちはいいんです、私たちは演奏すれば何を求めてるんですか。バレンタインなんだって。お客さんは結構女性の方が多いんですかっていうことは。でも結構若い人も来ますよね。そうですね、そうなんですよ、割とって言ったらあれですけど、いろんな年代の方や、うん、男性の方女性の方来ていただいて、今ほら逆チョコっていうのもありますからね。あ、え、あ、この二人同士でなんか二人の距離近くないなんかそれはマイクに向かってるからであってですね、ぴったりくっついちゃって、いやちょっと変な感じにしないでください。私がいたってちょっと普通の男性3人の話を戻すと、じゃあせっかくなのでもう一曲ちょっとね、曲聞きたいなと思うんですけど、ちょっとさっきと違う感じの曲をちょっと、はい、聞きたいんですけど、はい、ではですね、紹介してもらえないですかね、はい、何か同じフランスの作曲家なんですが、モーリス・ラベルという人がいまして、うん、この方の、クープラの墓のプレリュードをお送りするんですが、はい、ベースのプレイをお聴きください。ぜひこれ頑張ったから本当聴いてくださいどうぞ。曲名とはだったんだよね。言いました本当クープラの言いました、言いました、会話の中になっちゃってたから今多分分かりづらかったですね。あ、そっか、ああ、わかりました。その場合、どうぞとかちゃんと言った方がいいですね。わかりました。じゃあ終わった後です、ちゃんと言えばお聞きくださったら、お聞きください。わかりました。何お聞きいただいたのは、墓をお聞きいただいてます。お聞きいただいてます。そうです、今、ただいまお聞きいただいている曲は、クープラの墓です。みたいな感じ。わかりました。わちゃわちゃ。いや、よくやったよ、これ、ほんと
素晴らしい。あ、これが30テイク。これ30テイク撮ったところです。あ、これベースがずっと裏でベースが弾くことやってないんですよ。ドゥク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 、この後がすごくて、ここですね。次か、次です。この次のフレーズから30回はパンチしました。あ、ソロ取ってきます。ごめんなさい、私書いたのベースやれるだろうって言ってやってくれた。譜面にあったらはいってやるしかないじゃないですか。いや、すごいです。このぐらいかな。いいですね、うん、ですね。じゃあ、ただいまお聴きいただいてますのは、クープランの墓プレリュードよりです。はい、プレリュードね、はい、ベースがすごいことになってるんですけど、これ何がすごいかって、もともとのパートがベース用のパートじゃないんですね、うん、あ、これ何用のパートを弾かれてるんですか今。これ僕しっかり把握してないのでちょっとうろ覚えなんですけど、確かもともとオーボエとかクラリネットとかその管楽器のフレーズなんですよ。それを弦楽器に置き換えさせられてさせられて、はい、その本人はマトナリティの人ですね。はい、いや、なんかやっぱりアレンジするんならばやっぱりその、ね、クラシックってもう完成されてるので、はい、それアレンジするからにはやっぱり相当のことやらないと意味がないと思ってて。なるほどですね。いや、それをやってくれるなんて、いや、本当素晴らしいベーシストに巡り会えて嬉しいですね。ありがとうございます。すごいリスペクトもやっぱりそうやって感じてるんですけど、ただただ大変。いや、申し訳ないですよね、本当に。まあでも、あのミュージシャンとしては、一人の音楽家としてはやっぱりこうありがたい限りですよね。信頼してもらってこういうパートを任せてもらうっていうのは感謝しております。この歌はあれですか、なんか CD とかになってるんですか。あ、この曲は、CD になってまして、ありがとうございます。月の光という題名で、実はクリエイティブジャズトリオのホームページから、購入することもできますので、ご興味ある方はぜひ。そしてですね、ライブがあるからその時通えるわけですよね。あ、そうなんですよ。いっぱいあるんでしょ。あります、あります。もちろんですよ。はい、2月の18日、そして2月の13日。そうですね、どちらもこの CD 販売いたしますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。僕もいる2月の18日。皆さん、この番組のね、ラジオ聞いた後でなんか特典ないんですか。フリーハグ。フリーハグ。はい、フリーハグ。フリーハグしますよ。フリーハグします。フリーハグできるって聞いたんですけどって僕に言ったら、とりあえず僕はフリーハグします。僕いつでもフリーハグなんで、ぜひいつでも。プレミアム感ないじゃないですか、それじゃ。まあまあ、そうですね、ちょっと考えながら。逆チョコとか逆チョコとか、まあそういう感じで行うライブなんですけど、まあ改めてちょっと紹介していきたいなと思います。はい、2月の18日の日曜日ですね。はい、横浜のクロスストリートにてドリームキングダムイベントを行います。そうです、はい、その時は柿崎さんがめっちゃ出るらしいですからね。そうなんですよ、なんかそうなっちゃって。そうですね、そうなんです。結局どれぐらい出るんですか。4バンドでピアノ弾いたりパソコンいじったりドラム叩いたりします。はい、やりたい放題じゃないですか。そう、ワンマンライブみたいな。いやオンステージみたいなもんじゃないですか。だってなんかいっぱいなんか組んだ方がいいのかなと思ったらそうなっちゃったんですよね。うん、見せ場ですね。いや、もうやめてくださいよ。ハードル上げて。で、その中で細谷さんが柿崎無双の一部で。あ、なるほど、ね、なるほどですね。だから柿崎さんがね、そう、無双状態になる日なんですけど、僕が無双状態になる日も実はその後にあるんですよ。あ、もうじゃあ一緒に頑張りましょう、皆さん。僕が無双状態になる日はですね、3月1日なんですね。3月1日 の、 川崎のクラブチッターで、ドリームキングダム新京音スペシャル海原博美って38ハッピーバースデーライブということで。すごい、そんな年齢大公開しちゃうの。ね、38回はやってないですけど、誕生日は38回やってますよ。かぶったなぁ。ボケがかぶっちゃった。皆さんは38歳じゃないもん。38歳になります。違うって言ってたじゃん。え、いや、今度38になります。今は永遠の16歳。未成年。まさかの未成年。結構ガンガンお酒飲むんだけどな。タメ口とかでいいですか。ダメ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 。この日はですね、ドラマ僕しかいないんです。おお、全部出る。普通そうですよね。でもね、いや、でもいろんなバンドが出る中で、あ、じゃあもう海原さん無双ですね。で、全部ジャンル違うんですよ。ステージから降りないですもんね。すげえ。ロックとメタルとで、フォークがあって、
でコーラスグループがあっ て, っていう感じで。そうなんですね。そうなんですよ。じゃあお互い頑張りましょう。はい。もうその日来ると僕のほぼほぼ全ジャンルの演奏スタイルが見れますね。あ、おーすごい。そうなんですよ。ぜひぜひその辺もホームページやラジオブログにまとめて書きますので、はい、ぜひチェックしてくださいね。ということで、本日はゲストありがとうございました。ありがとうございました。ちなみにこの2人の情報は Twitter CJT info、はい、入れてもらえると、はい、Facebook やホームページいろいろやってますので、一番わかりやすいの Twitter CJT info になります。はい、ぜひお願いいたします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。そしてですね、うん、まあ今は高梨文さんにね、ずっと、はい、ドリームキングダム所属として頑張っていただいたんですが、はい、実はね今日のラジオでね、ちょっとまあラジオで発表するんですけど、うん、ちょっとこの度ね、うん、所属を離れることになりました。卒業ですね。卒業になりました。一応ね、あの今月末っていうことなんですが、まあラジオはね、うん、今回限りとなります。はい、なるほど。本当に、ね、どうでしたか？楽しかったです。なんか本当いろんな体験もね、あの伊豆行ったりとかね、させていただいたりとか、はいはいはい、ラジオの方もやらせていただいたりで、本当にありがとうございました。1年ちょっとお世話になりました。ありがとうございます。まあ必ずね、うん、あの番組もね始まりがあって必ず終わりがあるんでね、うん、またあのどっかでね始められる機会があったらね、また一緒にやりましょう。はい、はい、ありがとうございます。言い残したことはもうないですか？言い残したことはないです。ありがとうございます。いやリスナーの人とかにねほらほらリスナーの方とかはい、ドリームキングダム高梨文として本当に今までたくさんたくさんのご声援もいただきましたが、うん、これから、高梨文ますます、頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。はい、これからが大変なんだよね。まあどうですか、うなちゃんもなんかエールを送ってください。ここでフレーたかなし。それは違うの。それは温泉場の芸じゃない。そういうことじゃなかった。いいの、ありがとうございます。いや、僕も応援してますよ。私も応援してます。はい、そうですね。そういうことで、次回の放送は、うなちゃん。次回の放送はですね、もう3月。うん。いや、違うな。3月ですね。3月ですよ。何言ってる。いや、5週があるなと思って。あ、3月が5週があるんですね。3月の9日。はい。僕の誕生日の後になります。そうですね。私の誕生日の前になります。その時はね、はい、2人での放送になりますよね。はい、うん、ね、寂しいな、誰か呼んでおきちゃうかな。それもいいですね。という感じで3月の9日夜の6時から30分間またお届けしたいなと思いますので、そちらまでぜひ楽しみにしていてください。じゃあふみちゃん最後に、はい、皆さんにご挨拶どうぞ。本当にありがとうございました。これからもドリームキングダム、そして高梨文をどうぞよろしくお願いします。それでは皆さん良い週末を。さよなら。さよなら。それでした。まだ映ってるんですよね、映像は。あ、そっか。